皆さん今日も一日お疲れ様です。ブルーエンカウントのボーカルギター田辺俊一です。イオンウォータープレゼンツととのうラジオ、現代のリラックスととのいを与えてくれるサウナについて、私ブルーエンカウントの田辺がゲストの方々と話していく番組です。今夜もゲストサウナの方が来ていただきました。もう大好きな方でございます。お呼びしましょう。こちらの方です。好きなサウナはボナサウナ、斉藤光介です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ボナっております。先輩ありがとうございます。お世話になります。いや、やっと来ていただいたという感じでございますけども、ね、もう番組からは熱烈オファーさせていただいておりまして、ありがたいですよ。やっとこうね、双方のタイミングがハマったということで。でもやっぱり耳が早いですね。はいはいはい、はい、あんまり僕サウナ好きっていうのを公言してないんで。いや、もうね、斉藤さんあれですよ、公言されてないかもしれないですけども、はい、斉藤さんの側近でございますビッグマンの金井くんから側近でございますよ。はい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 、もうすぐ情報入っておりまして、まあ、ちょっとね、そこら辺はちょっとゆっくり話したいなと思いますけども、ね、うん、はい、改めまして、ユニゾンスクエアガーデン、そして1020として活動されております斉藤さんでございます。はい、もうもちろんね、ブルーエンカウントと、ユニゾン先輩のね、仲というものも、もう僕らがインディーズの最後ぐらいの頃に、あの、初めて学園祭でご一緒させていただいて、はい、という感じで、もう10年、10年前とかですよね。そうですよ、うん、でそれで初めて斉藤さんと、まあ、初めて斉藤さんと初めて会ったのはもっと前なんですよね。厳密に言うともうちょっと前、ね、そうなんですよ、うん、ライブハウスでお話させていただいてたりとかありますし、はい、斉藤さんの所属されているレーベルのすぐ近くに僕が通ってた専門学校があったりいうので、僕が初めて会った芸能人は斉藤さんでしたから。本当に俺のこと芸能人って言ってくれるの田辺しかいないから。いや芸能人違う、スターですよ。違うでしょ、先輩。いや、それでね、まあ本当いろいろ時を経て、今ではね、プライベートでご飯も行かせていただくという中にもなっておりますけども、はい、まあ、斉藤さんのサウナーということで、うん、ちょっともう、本当この短スパンでの急成長がえぐいと。そうですね、もう方々から聞いておりますので、この番組はリスナーの方もサウナ好きな方から、サウナ行ってみたいよっていう方もいらっしゃるので、うんうんうん、ちょっと斉藤さんのご意見みたいな、ご感想みたいなものをいただければなと思っておりますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回も番組の感想などは X でハッシュタグトトラジ、カタカナでトトラジでお願いします。じゃあ始めていきたいと思いますけども、打ち合わせで、聞かれたと思いますけども、はい、議事老流というものですね、この番組やっておりますので、最初いきたいます。まずじゃあ一周目僕からいきましょうかね。はい、じゃあ今日はね、今日はちょっとベルガモットですね。ちょっと爽やか系のやついきますよ。斉藤さんいきます。はい、受け入れてください。とりあえずこの中で、あー、入りました。あー、はい、入りました。斉藤さんが今受け入れております。ありがとうございます。はい、はもう行っちゃおう、このまま今日もスタートです。お願いします。イオンウォータープレゼンツととのうラジオ。This program is brought to you by イオンウォーター。インター FM イオンウォータープレゼンツととのうラジオ、ブルーエンカウントのボーカル田辺俊一がお届けしております。改めて今夜のゲストはこちらの方です。はい、ユニゾンスクエアガーデンギターボーカル斉藤光介です。ありがとうございます。お願いします。この番組ではですね、毎回ゲストサウナの方にサウナ履歴書というものを書いていただいておりまして、その履歴書を見ながら、ゲストサウナの方のサウナ遍歴を伺っていきたいわけなんですけども、今回も斉藤さんに書いていただいております。ありがとうございます。でこちらの書いていただいた履歴書はととのうラジオの番号ホームページと、インター FM の X にもアップしておりますので、ぜひご覧ください。ということで、じゃあちょっと見ていきましょう。いや、そうなんですよ、まずね、誕生日1日違い、はい、そうやっぱね、僕らね、やっぱそうなんですよ、うん、去年もね、タイミングはちょっとその時期合わなかったんで、ね、合わなかったけど、別日に蟹座で蟹座のダイスの工藤大輝くん、まあ、彼もサウナーでございまして、でそれが去年の夏でしたっけね、夏ぐらい、7月頭とかあったかな、そうでしたよね、うん、それぐらいに3人で銀座のカニ料理屋さん行って3人食べて、我々はクラブクラブだって、クラブクラブです、これすごい、そうなんですよ、クラブってカニのクラブねに、活動でいうクラブでございますけども、はい、クラブクラブ結成だと大将苦笑いしてたね、大将どうですかっつったら、っとおっしゃってましたけどね。そんなこともありつつね、で、はい、その時に斉藤さんが
その先に僕と斉藤さん入ったじゃないですか。はいはいはい、はい、でその時に斉藤さんは田中君最近サウナにハマっちゃったよっておっしゃってたんですよ。どうだろう、多分その時は、うん、初めてサウナに行ったよぐらい。あー、なるほどなるほど。で、うん、なんか後日フェスのケータリングのところでやった時に、はいはい、そうだトレジャーの時っすよね。かな、そうでしたそうでした。改めてダダハマりしたよみたいな。ハマってんだよねって報告した記憶があるんで。そうでしたね、うん、あの時行ってみたよでしたよ。多分まだそう1回しか行ったことなくて。いやでもそれですよ、だから今言ってるだけでね、だからもうこれもうサウナ履歴書がねもう38歳からの頃なんですよね。そうです。これだから紐解いていければなと思うんですけども、はいはいはい、まず私のサウナ史見ていきますと7歳か8歳の頃、うんうんうん、スイミングスクールにあったサウナでサウナデビューということで。ちょっと俺記憶がおぼろげなんだけど、はい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 、サウナ室に入ったのは多分そこが初めて。なるほど、まあ、プールはねありますからね、祭壇室とかサウナ室ありますから、うん、そこに行ったんですね。それで水風呂に入ってみたいなことはなかったんで、はいはいはい、ちょっと泳いで体が冷えたら、ね、頭に入ってたぐらいな、はいはいはい、汗をかくとかまでは行ってなかったような記憶があって、もうその冷えた体をちょっと温めるぐらいの、うん、それぐらいの暖を取る場所としてサウナに入られたということでだったような。その時の、まあ、別にでももうそっからねもう30年はサウナに行ってないわけですよね。ですね、はい、でもこれがすごいんですよ。38歳までサウナを進めてくる人を怪しい思想の持ち主と思い怪しすぎるでしょ。意味嫌ってたんですね。ちょっと意味嫌ってるというか、はい、その整うって、うんうん、そのなんだろう、目に見えるものじゃないじゃないですか。そうですね、まあ、数値化されるものではないかもしれないですし、具体的にこう何かが変化するわけじゃないから、なんかそれをこうあたかも、うん、あの素晴らしいものとして押し付けてくるあの人たちが怖くてしょうがない。いや危ないですよ、ちょっと 今のところこの番組否定みたいな感じになってますけど。だからそうですよね、はい、そんな自分もそうですよ、サウナにハマったので。そういうことですよ。できるだけそのあのこのね番組聞かれてる方も、はい、まだサウナそんなに詳しくない方いらっしゃると思うので、はい、そういう方に敬遠されないような、そうですね、サウナの素晴らしさを解いていきたいなと。もうありがたいです。めちゃくちゃもうこの番組のもうこのためのゲストさんだなと思いますしでも本当に一回斉藤さんとお酒飲んだじゃないですか。はい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 、目黒かなんかで行きましたね、はい、はい、飲ましてもらって、その時に僕が一回言ったんですよ。言われた、サウナ行かんすかみたいな、うんうんうん、でその時は斉藤さんそんな目で僕見てましたよ俺多分いかんって言ってたと思うそう、ちょっとあんま記憶に残ってないんですけど、はい、怖かった気がする違う、そんな別にそんなね威圧感バリバリで俺言ったわけじゃないですけど、でもなんかあれだったんですか、そのなんかその元々のその斉藤さんにおける整うっていう言葉への偏見みたいなのもあったってことなんですか。もあったし、うん、あと裸になることって結構なんだろう、労力っていうか。あ、まあまあまあ確かにそうですね。ね、その知らない人もいる中で。そうですね、確かに。裸を見せ合うっていうのはなかなかだなと思って。そうですよね。そこのハードルの高さもありました、ね。ありますよね。やっぱその温浴施設っていうものに、まあ、日頃行ってたらね、うん、あれですけども、斉藤さんってもともとあんまり数パーセントとかそういうのもあんまり行かなかったですか。ほぼ行ったことがなかった。そうなんですね。ですね。ツアー先とかでも別に行くとかなかったですか。全く全く。じゃあ余計ですよね。そうですね。でそんな中何がそうさせたのかってことですよ。こんなにもねもう地方行っても、はい、地方行ったら今日お部屋で過ごすとか。やっぱ僕らって根が真面目なんで、はいはい、そのお酒飲んでみたいなことが絶対にできないんですよ。なんか次の日にダメージを持ち越したら絶対に後悔するだろうし、そうですね、ツアー中はそうですよね、まあ、特に歌うんで、うんうんうん、まあ、ガヤガヤ喋ったりとかも意外と蓄積されて次の日のコンディションに関わってくるから、はい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 、だからできるだけ一人で近くの一人で食べれるようなラーメン屋さんとか、あ、まあ、牛丼屋さんとかに行って、もうソロ飯をもうとにかくもう欲求満たしても寝るぜみたいなぐらいの。そうですね、できるだけあとはもうベッドでゴロゴロして、はい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 、まあ、部屋のお風呂入ったりは
してましたけど、されてたという。いやでもそんなね、もうサウナと真逆だった斉藤さんがどうデビューしたんだというと、38歳の年、これ何月ですか、はい、6月ですね。6月、あ、もう本当まさにその誕生日月に、はい、ビッグママのかなえくんの手により、そうです、手によりって手によりすごいですね、なんか謀反みたいな感じですね。かなえまさとの手によりもう水風呂に、すごいな、戦国時代みたいな感じです。手によりね、かなえまさとの手によりすごい歴史上のなんか やつみたいですけど、水風呂デビュー、そうです、え、水風呂デビューというのは、サウナはもともとそのプールについてたところに入ったことがあったんで、あ、それの経験はあったので、はい、その年を経て38歳になった時にかなえくんと一緒にサウナに行ったと。そうです。なるほど、うん、それは最初どういうサウナだったんですか。個室サウナですね。あ、なるほどなるほど。で貸し切って友達だけで行けるみたいなところだったんで、で水着も着て入るっていうところだったから、うん、そこのハードルは結構低くて、そうですよね、もうカジュアルな感じで、そう、はい、でしかも結構いいとこ押さえてくれたんですよ。 あらかなえくんすごいですね。でも今日はおごりだみたいな感じだったんで、もう誕生日みたいな感じでね、はいはいはい、もうこれは甘えようと思って経験したんですけど、はい、うん、そこのサウナがめちゃくちゃ良くて。マジっすか。はい、その温度的にはそのサウナ室は結構熱々だったんですか。ね、なんかちょっと特殊なサウナで、温度自体は65度とかなんですけど、ちょっと低めですね。そうですね、はい、ただ座面がその岩盤浴とかで使われるような岩でできてて、そこがあったかくって、はあ、なるほど、かつなんか赤外線的なやつも出てるみたいな、はいはいはい、だから発汗量半端ないんですよ。その温度が別に高くないですけど、内側から温まっていく感じといいますか、だからもう表面から温められるというか、もうまさに内側からあったかくなって、でもうまあ8分もいたらもううわってなっちゃうような。もうでも結構ねいらっしゃったわけですね。じゃあゆっくりそのサウナ室堪能されての水風呂に、水風呂、それ躊躇なかったですか。ありました、ありましたよね。それはその時にかなえくんがなんかやっぱ手を差し伸べてくれるんですか。そう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 、肩まで騙されたと思ってって言ってもうガッて言いながら割とかなえくん、そうなんですよね、スパルタですからね、本当に騙されたと思ってっていうのをすごい記憶してるんですけど、もうすごいっすよね。もうそこまで来たらね、それしかないんすよ、もう入っちゃって入っちゃってみたいな感じですから。今となったら分かります、ドボンって入った方が冷たくないから。そうなんですよね、まあまあもちろんね、ゆっくり心臓のねあれもありますから、まあ、ゆっくりちょっと冷やしながらでありますけど、全身つけることがねやはり大事ですから。どうでしたかその時初めて。で多分初水風呂が13、4度とか、あ、結構冷ためな、すごいですね、65度の差し支えからの13度ぐらいの結構冷ためなやつにダイブされたということで、結構冷たくて、うん、全然もうなんか、まあ、苦行のような滝行のような気持ちで初めは入ってたんですけど、す、ね、まあ、上がって横になった時に、あ、なんかこう体じんわりするなと思って、はいはいはい、で、あ、気持ちいいかもしれない、おっていう日でした。それ、その日はちょっとふわっとなったぐらいの感じ、うん、ハマるには至らなかったですけど、なるほどなるほど、これがサウナか、いいかも、そういうことだったんですね、っていう日でしたね、はい、なるほど。まずは水風呂というものを体験できた日だったというのが、うんうんうん、この38歳成り立ての時だったと。そうです、はい、はあ、そこ気になるな。都内のサウナですよね。都内のサウナで。なるほど、ちょっと後で教えてください。もちろんです、なんなら一緒に行きましょう。ぜひぜひお願いします。もう本当にもう今年は僕は斉藤さんと一緒にサウナ入るのが目標なので、あ、行きたい。そこはちょっとよろしくお願いします。あ、もういつでも、もう今夜にでも、いやもうじゃあちょっと車つけますんでレコーディングスタジオつけてつきましたよってこいやすごいですね。そしてその後、大阪のホテルにてと書いてますけど、これはそうです、はい、それがハマるきっかけになった日で、はいはいはい、今年夏フェスシーズンめちゃくちゃ暑かったじゃないですか。暑かったですね。今年っていうかごめんなさい、去年か。去年ですね。去年はもうやばかったですね。めちゃくちゃ暑くて、でその見る方ももちろんだけど、演者も結構こう気をつけないと。いや確かに。次の日もフェスだったりするから、土曜日曜ってあるから。そうですね。でなんか熱中症になれるのも本当に細心の注意を払っていかないとみたいな時期だったじゃないですか。
で、まあ、そんな時期の、大阪のジャイガっていうフェスがあって、はいはいはい、我々も出させていただきました。そのジャイガのフェスを前乗りして泊めてもらった、その用意してもらったホテルがすごくいいホテル で、はいはい、で中にサウナがあったんですよ。あ、大浴場みたいなところ。大浴場みたいなところが。いいですね。はいはいはい。で前乗りだったんですけど、次の日も結構夕方ぐらいの出番だったんで、うん、一日ゆっくりで、まあ、大浴場あるし、せっかくだからサウナも、あの、もう入り方知ってるから、はい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 、入るかって思ってで、入ったんですよ。はいはい。それがなんかね、めちゃくちゃ良くて。お、そうでしたか。そうで、うん、まあその時はまだ1セット2セットとかしかしてなかったと思うんですけど、1回汗かいたことによって、でその日のその後のライブが、はい、なんかこう熱がうまく逃げてく感じがした。はー、あんまり暑さでこもんなくて、はい、なるほどなるほど。汗かくのが上手になったのか、はいはいはい、はい、なんかね、調子よかったんですよ、その日のライブが。そうなんですね。もう本当に体感的にも良かったですし、はいはい、その喉のコンディション的にもいい感じになったみたいな。いい感じで楽しくライブを終えられて、あ、これサウナいいかも。そうですよね。でやっぱそうなるんですよね。そう、はいはいはい。その時は、まあ、いわゆる斉藤さんがちょっとあんまり好きじゃないワードセンテンスで言うと「整い」って言葉があるじゃないですか。はいはい。その「整い」というのは感じられましたか、その時は。うん、感じましたね。どんな感覚でした？あんまりでも深い「整い」かと言われると、今となってはもうちょっと浅いものだった気がしますけど、はい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 、あとまあ人が多かったし、あと、あの、遠くに高尾もいたのが見えてたんで。もうメンバーさんがいらっしゃったんですね。はい、うちのメンバーのドラムの高尾がいたのが見えてたんで、はいはいはい、ちょっと気遣いながら、なるほど、まあ、新参者として特にマナーとかもよく分かんなかった、まあ、まあまだ入りたてはそうですよね。確かにここはどんなルールなんだろうとか気にしながらだったですけど、はいはいはい、まあ、でも、外気浴するスペースもあって、はいはい、まあ、外の風を感じながら、ね、座ってる時はわあいいなってっていう感じはしましたね。ちょっとふわっとする感じだったりとか。うん、いやでも本当にね、あの、少しずつ少しずつ、斉藤さんのサウナのね、欲だったり、うん、あの、好き度合いが上がってきてるということでございますけども、ちょっと CM 挟みまして、よりこのサウナ史深掘りしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。イオウォータープレゼンツ整うラジオ、インターフェムイオンウォータープレゼンツ整うラジオ、引き続き今夜のゲスト、インディゾンスクエアガーデンの斉藤さんのサウナ履歴書を見ていきたいと思います。はい。そう、先ほどはね、あの、大阪のホテルで、ジャイガのね、うん、ジャイガの、はい、整われたと。でその時はちょっと軽くふわっという感覚だったということで、そうですね、はい、はい、体感されたということですけども、まだまだこれ、もうこの次が気になっておりました。これな、何、モサヤン事件ですか？あ、モサヤン事件、はい、どんな事件なんですか？いや、もうそのジャイガの日からどっぷりハマっちゃって、はい、あ、なるほどなるほど、はい、もう一人でその大浴場のサウナに入られた日からさらにハマったということで、はい、でも一人でいろんなところ行くようになって、うん、でもう本当にほぼ毎日行って、マジっすか、はい、すごいですね、急ですね。一回ハマるともう本当にガッてハマっちゃう。そうですよね、確かに。でそのやっぱハマるといろんな情報を仕入れたいと思って、はいはいはい、で YouTube とかでいろんな動画見漁るようになるんですよ。はいはい、うんうん、マグマンペイさんとか、あ、もうマンペイさんね、はいはい、サバナ高橋さんとか、はい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 、いろいろこう見るようになってたら、すごい、なんかどうやら、うん、霊霊交代欲というものがある。はい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 、そうですね。で僕はまだ素人だったんで、はい、いろんな入り方をして、うん、どれが自分にとって一番気持ちいいのか探ってる、もう一番楽しい時期じゃないですか。そうですね、はいはいはい、霊霊交代欲っていうのは、冷たい水に入ってから、もうちょっと冷たくない水に入ると、そうですね、いきなりもうちょっと冷たくない水に入るよりもあったかく感じて、なんか長いできて気持ちいい。そうなんですよね。だからサウナの施設によってはもう 2,3 個ね、あの、水風呂を、はい、作ってらっしゃるところもありますし、はい、それをもうやられたんですね。お、やりたくって、あ、やりたくて、はいはい、で初めてその水風呂が2個あるところを自分で探して、はいはいはい、で行って、でまあ実際やって
ったんですよ、はいはいはい、でまず冷たい8度ぐらいのところにピャッて入って、あ冷たい冷たい冷たいって言って20度ぐらいのところに入って、はいはいはい、これが冷凍体薬かってやってたら、はいはいはい、なんか近くに行った2人組の男の子がそれを見て、はい、あれ何みたいな会話が聞こえてきたんですよ。あのその斎藤さんを見て見て、はい、でそのあれ何って聞かれた方が、はい、あれは冷たい方に入ってあったかい方に入るとあの気持ちいいんだよっていう説明をしてるのが聞こえてって、そしたらそのもう一人の方がモサヤン言ってきたんですよ。モサヤン事件ってモサヤンなったんですね。そうすげえ、そういうことなんだ。ハマりたての俺が、はい、モサって呼んでもらえた、すごいですね。なんかすごく嬉しくなっちゃって、いやこれはかなり嬉しいことですよね。そうだってその様を見てもうプロの領域イコールモサだと俺はもうね、モサと呼ばれたことがある男だと。いやちょっとそれはかなりサラブレッドな感じですよこれは まだ僕でもね言われたことないですよ、モサやんと。本当ですか。それはね今ね全サウナの夢ですよ。夢ですよね。もうだからマグマンペイさんとかぐらいですよ、田中克樹さんとか、そう整え親方とかそこら辺のところに行かないとモサやんって言われないところを言われたんですよ。飛び越しましたね。そうもう完全に飛び級ですよ。もうアメリカの教育システムですよね、完全に。めちゃくちゃ嬉しくて、すごいっすね。でなんか、はい、そこからなんかちょっと自覚しだして、あモサやんって いろんな入り方を試そうって。あなるほどなるほど、うん、だからまだねその素人の方、まだ興味ある方はあのサウナ室入って水風呂入るっていうのがもうサウナって感じですけども、ですけどその他にもねいろいろ入り方もありますし、ありますし、そのサウナ室から一回もう水風呂挟まなくて外気浴してってもありますから、ね、うん、なるほどですね。でも本当に斎藤さんはもう出会ってからも10年ぐらいですけども、うん、あ本当にねご興味を持ったことに関して勉強力半端ないんですよありがとうございます、まあ、あの卓球ハマりだした時も確かにめちゃくちゃもう本とか買ってらっしゃったでしょ。買ってました。そうでマイラケットも僕も作り行きましたけど作った、はい、あそこ作り行ってとか、うん、もうやっぱすごい勉強熱心なんですよね。でも確かにそう楽しいんですよね。楽しいですよね。その時間が楽しいですよね。うん、いいと思います。でもまさにでもその部分が急成長でモサヤンと言われた理由だと思うんですよね。ありがとうございます。いやちょっと僕あの斎藤さんの LINE の名前モサヤンに書いてモサヤンになんか可愛い名前みたいですよね。モサヤンみたいな感じの、ね、ひらがなで書くと可愛いですよね。そうなんですよ。漢字で書くともうモサです。避けるものでモサだから。いやすごいっすよ。これはかなりの、印象的なエピソードだったということでございますけども、はい、でもその後にねまた事件が当たってますけど、これ何ですか。首根っこつかまり事件。穏やかじゃないですねこれ。タイトル首根っこつかまり事件は、はい、うん、アウフグースを受けて、うん、はい、でアウフグース終わった後みんなでこう水風呂にバーってね同時に入っていくじゃないですか。そうですね、そうですね、終わった方、終わったタイミングで、はいはいはい、バーって入っていった時に水風呂入ってたら知らない人からいきなり首根っこガッて掴まれてであのここまで入って1分って言われたんですよ。その後頭部ってやられて斎藤さんの後頭部をおじさまが掴んで、若い人でしたね。若い人が掴んで、はい、そう、ちょっと待ってください。その人もモサヤン、モサヤン、モサヤンにモサヤンが首猫掴んで、そうです。多分その円髄っていうんですか、なんていうんですか、その後頭部の付け根、付け根ですね。もう一番大事なとこですよこれ。そこを冷やすといいんだっていうことを言いたかったと思うんですけど。なるほどなるほど。首根っこ、それの表現が首根っこ掴まれて、掴まれてここまで入って1分って言われて、でその瞬間も本当 0. 何秒の、はい。間にこれはどういうことなんだろうっていうのをぐるぐるぐるって考えて考えますよね。で人違いなのかそれともこの場の主みたいな人がいて、なるほどなるほど、その初心者認定されたのか、はい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 、なんだろう、もしくはあの本当に僕のこと知ってる人なのか、いや知ってても大変ですけどやり方がだからいろんな選択肢が浮かんだわけですよね。友達になりたいのかなとかなんかいろいろ考えた結果はいはい、はい、本当本当にスムーズにすごくいい雰囲気で、うん、ありがとうございますって言えたんですよ普通はねちょっと何しやがんでみたいな、ね、ちょっとまあイラッとするはずなんですけど、そうですよね、本当にスムーズになんか。でもその人もだからその一緒にねあの熱波受けてたわけですよね。そうでだからそのあの部屋って不思議なんですよね。なぜかこう熱波してる時ってみんなね何でしょう、同じ
釜の飯を食ってるような感じなんですよね。なんか仲間意識芽生えますよね。 それで最後その、まあ、途中でねもちろんあの離脱も可能ですけど、はい、最後までこうねみんなでこう熱波浴びた先のこのドボンと浸かる時の、ね、気持ちいい、ね、部活感半端ないですよね。部活感、確かに部活感、そうなんですよ、うん、なんかあの下宿先でこうね友達と一緒にこう入ってるような感じもありつつ、なんかそのちょっとノスタルジーな感じもなるので、だからちょっとその時はその人も部活感覚でやったんじゃないですかね。あの結局人違いだったんですよ、うん、あそうだったんですね。だからその組2個ガッて捕まれてここまで入ってって言った人が、うん、ありがとうございますって言ってこっち向いたら知らない人だったってことですよね、向こうからしたら。えその時その相手はどうだったんですか。動きが止まってで俺の左隣の人から組猫掴まれたんですけど、はい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 、右隣の人が同じ髪型してたんですよ僕と。あーなるほど、そうだ、それでもう多分もううわなってるからどっちも、そうでもうその時に斉藤さんがお友達だと思って、おいお前ここまで行けよって言われちゃったっすやられていやすげえ、両端から気まずい雰囲気を感じたんですけど、はいはいはい、すごい優しく接することができたんですよ。違うんですよ、斉藤さんがね優しすぎるだけなんですよ。いや違う、あのねそんなことないんですよ。違いますか。違います。やっぱりその時はその時のやっぱ普通だったら怒って叱るべき状況じゃないですけど、やめてくださいとかって、そうですよね、多分満員電車とかでいきなりやられたら確かにやめてくださいよって、それ絶対僕も絶対言うと思うんですよ。ありますよね。でそう考えるとなんてその心を解きほぐしてくれる環境なんだろうって。なるほど、サウナというものがそのちょっとした怒りでさえも、はい、まあそんなのは今取るに足らんよと。取るに足らん、もうこんなの今怒ってる時間があればみんなでみんなで塩水まで冷やそうぜ、1分冷やそうぜってでもね結構あるかもしれないですね。サウナに入ってる時はまあたまにね、ごくたまにやっぱそのマナーが悪い人もいらっしゃるんですよ、まあ、そうですね、はい、なんですけど基本的に許せる、うん、最初そう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 、そうなんです。でそっから続くとちょっと僕も言っちゃう時あるんですけど、そうですね、そうなんですよ、うん、でも1セット目で怒っちゃうと残りの2セット気まずくなるんで、あなるべく最後のセットで言うようにしてますけど、ね、そうなんですよ、うん、だからそういうのも攻防戦なんですけど、まあでも結局ね水風呂入っちゃった瞬間にまあどうでもええかと思ってね、本当ストレスがゼロになってるってこういうことなんだな。そうなんですよね、だと我々の職業だとライブもそうですしレコーディングとかも気張るじゃないですか。そうですね、本当に。でやっぱ普通の私生活でもあなんか普通の人より怒っちゃってるなって時ありません？なんかありますあります。イラッてしちゃうなって時あるじゃないですか。本当に些細なことに、そうなんですよ、なんか神経張ってると気づいちゃうし、うん、なんかそれがいちいち、ね、ね、そういうこと注意しようかしまいかみたいなこともまたストレスになってっちゃったりとかするから、怒るのも労力、怒らないのも労力がかかるので、うん、それを全部こうあの全てこう忘れさせてくれるっていうのが、まあ、そのサウナの世界かなと。そうですよね、首根っこ掴まれるっていうそのストレス指数でいう相当高いことをですよされてなお、そんなの子猫のやり方ですもんね。そう親猫が子猫を運ぶ時のやり方ですから、首根っこ掴む時ってね、そんなことされてもありがとうございますって言ってる自分にああいいなって。そうですね、改めてだから些細なことさえもね、あの、はい、もうどうでもいいよと思えちゃうのがサウナのね良さでございますけども。そうです。いやでも改めてこれサウナ紐解きましたけども、はい、何もねサウナ欲がなかった、うん、頃から今ですけども、はい、もうサウナもう毎日行かれてるわけじゃないですか。ほぼほぼ行ってますね、はい、どうですか斉藤さんにとってそのサウナがもたらした何かその意味というか効力といいますか、もたらしたものってあります？もたらしたもの、そうですね、でも多分お互い様だと思うんですけど、はい、日々こう頭を働かせて物事を考えて行き詰まってみたいな時に、ね、はい、なんかお風呂入ってこう頭洗ってる時に油断してる時に何か思いついたりすることってよくあることだと思うんですよね。なんか寝ようとした瞬間に何か思いついちゃったとか、それの最たるところがサウナな気がしてて、一番こう無になってリラックスして、でそうするとなんか思考が整理される感じがするんですよね。はいはい、そうですね、なんか雑念が取れてね、一番考えれるものが本能的にパッと浮かぶみたいな。そうありますよね。だからなんかセットリスト考えようとか、うん、歌詞どうしようとか、はいはいはい、フレーズどうしようみたいな時に、うん、結構サウナに助けられてることが
じゃあ結構茶室で浮かぶ、整いスペースで浮かぶってことはあるんですね。とか、はい、帰り道とか。へえ。じゃあやっぱそのサウナの間もそうですし、前後でやっぱその雑念、雑味が取れたからこそ浮かんでくるピュアな音楽活動へのその創作意欲みたいな、うん、はい、よく言えばそうですね。そうですね、はい、そのすみません番組 MC としてちょっとよく言わせてもらってありがとうございます。でもそういうことだということでございまして、いやでもこれはかなり貴重なねお話をね伺いましたので、ちょっとまたでも来週もね ありますけども、ゆっくりまた斉藤さんの、サウナ愛紐解いていければなと思っております。はい、はい、ここで、ユニゾン先輩の曲を1曲お届けしたいと思いますけども、どんな楽曲でしょうか。これはユニゾンスクエアガーデンの最新シングルになるんですけど、はい、うん、はい、底抜けに明るい、お、はい、素敵な曲となっております。ありがとうございます。じゃあ先輩からの曲紹介、なんか改めて照れます、なんか先輩からの曲紹介って、はい、すいませんお願いいたします。ありがとうございます。ユニゾンスクエアガーデンでいけないフールロジック。さあということでお聞きいただきましたのはユニゾンスクエアガーデンでいけないフールロジックでございました。さあということでございまして、ユニゾンスクエアガーデン今年の7月で結成20周年ということでおめでとうございます。ありがとうございます。いやでもだから学生の頃、そうですね、ね、はい、はい、に出会われて、はい、で今という感じですけども、はい、どうですかその改めて今 の、 そのバンドの中と言いますか、どうなんでしょうね、はい、でもやっぱ20年かけてかにその関係性も変わってますけど、でもバンドのなんて言うんでしょう、このバンドを良くしようとか続けようみたいな結束力は間違いなく強まっていて、なるほど、で、まあ、それによって20年も続いたんで、そうですよね、まあ、この1年はいろんな人に祝ってもらう1年にしたいなっていうふうに、いいですね。でもだからこそですけども、もう7月24日結成日に日本武道館でのライブ、うん、さらにね、25日と26日も異なる内容で武道館でライブということでございますし、うん、2月からはファンクラブツアー、はい、で4月からもリバイバルツアー、うん、これすごいですね、今年めっちゃライブするって年なんですね。そうですね、はい、ライブもレコーディングもするし、すごい、これはでも相当やっぱりサウナ行けるチャンス増えるんじゃないですか。増えます ね、 ね、これ全国ツアーなった暁にはですよ。うわー、ツーマンツアーしたいな。ブルエント、これはちょっとありですね。これはもう決まりましたね。これはね、全力で僕接待させていただきますので、それは、ありがとう。じゃあライブの時間ちょっとだけ早めにして、そうですね、でもうそうですね、後ろの遊びをちょっと長くしてもらって、各バンド3曲ずつでして、3曲ずつ前乗りぐらいさせてもらって、そうですね、もう本当沖縄ぐらい楽しみたいですよね。もうそれぐらい、もう各地にそのサウナ攻めたいなっていうのはありますけど、いやでもそれこそね、もう去年の夏フェスシーズンでサウナにハマられての今じゃないですか、うん、よりだからそのツアーがね今年また始まってライブが激化していって、まあ 2days とかも当たり前になってくるじゃないですか、そうなった場合のねやっぱ息抜きっていうのはサウナですから、うんうん、もうだってもう金井くんがね去年の12月のメリーロックパレードってあのフェスあるんです、はいはいはい、その時にビッグママと一緒 で、はい、で金井くんと話してたんですけど、もう斉藤くんはすごいと、はい、もうツアーっていうかライブの関係者の人たちも、あの斉藤くんが部屋から出てる、ホテルの部屋から出てるぞと。そうですね、そうら、なんかみんながそれでざわついてるというのを、ね、伺ってたので、ちょっともしこのね1年、はい、先輩とまたこう対バンという機会がもしね、うん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 、ご一緒できるのであれば、うん、ちょっと僕がいろいろ連れ回したいなと。それはめちゃくちゃ楽しみ。そうですね、だから本当にもう前乗り僕しときますんで、何があっても基本的には多分ね当日入りかもしれないですけど、はい、僕も実費で前乗りしときますんで先輩いますよからの翌日ももう最終便とかにしときます僕。あ、すいません、それで行きます、そこまでやっていただけるんですね。でレンタカー借りてもどこへでも行けますし、お連れしますんで任してください、それは。やりましょう、ぜひ。もうちょっと今年はもう斉藤さんとどっぷりサウナ浸かりたいので、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでございまして、斉藤さんにはこの後もう少しお付き合いいただきます。
インター FM イオンウォータープレゼンツ整うラジオ、ブルーエンカウントのボーカル田辺俊一がお届けしてきました。今夜はユニゾンスクエアガーデンのモサヤンこと斉藤さんにね、お話を伺ってまいりましたけども、ありがとうございます。いや、あっという間でございました ね。ちょっとあまりにもその一つ一つ事件の濃度が濃すぎまして、うん、まだ全然何個かありますよ。そうなんですよ。だから、はい、この番組もうシーズン4なんですね。たくさんの今までサウナの方来ていただいて、はい、もちろんもう斉藤さんよりサウナ歴すごい方もたくさんいらっしゃったんですけど、今まで一番サウナ履歴書をあんまり紐解けてないそれぐらい一個一個が濃密でした。ありがとうございます。だからもう素晴らしいなと改めて、斉藤さんのもうそのアンテナ力もありますし、持ってる力もすごいなと。これまたこうね、次週もご登場いただきますので、ちょっとゆっくりといろんな、まあちょっと紹介できる範囲でね、はい、事件っていうのはあれですけどね、素敵な思い出なんかもね、はい、思い出、はい、話していただければと思いますので、来週もよろしくお願いいたします。はい、ということで番組ではサウナについてのメッセージも募集しております。おすすめの施設、番組聞いて行ったよという報告、サウナでの気づきなどなど、メッセージを採用させていただいた方に私田辺のサイン入り番組ステッカーをプレゼントしています。メッセージはメール整う@interfm.jp、 整う@interfm.jp からお願いします。さらにインターFMの X でプレゼントがあります。今夜のゲスト斉藤さんのサイン入り番組ステッカー、サイン入り番組オリジナルサウナハット、ポカリスエットイオンウォーター 900ml 12本をセットで3名の方にプレゼントいたします。ありがとうございます。すごいです。借金がすごいです。すごいです。さらにプラス5名の方にポカリスエットイオンウォーター 900ml 12本セットもプレゼントします。この後放送終了後にインターフェムの X でプレゼントの投稿しますので、フォロー&リポストでご応募ください。そして整うラジオ番組ホームページでは収録時の写真も掲載されている放送後期や Google マップを使った整うラジオおすすめサウナマップもやっておりますのでチェックしてください。そしてこの番組放送しきれなかった部分を含みますディレクターズカット版をインターFMの YouTube チャンネルで配信中です。こちらもお聞き逃しなく。インターFMインウォータープレゼンツ整うラジオ、今夜ここまで。ブルーエンカウントのボーカル田辺俊一とユニゾンスクエアガーデンギターボーカル斉藤光介でした。じゃあロウリュで始まりましたけども、最後は心の水風呂でお別れでございます。はい、じゃあ、はい、何度ぐらいですかね。18でいきますか。いいですね、ちょうどいい、はい、この時期ちょうどいいですね。じゃあ行きましょう。じゃあ皆さんも心のそれぞれの水風呂に入りますよ。じゃあ行きます、せーの。やっぱ18悪くない、首までですよ、ちゃんと。斉藤さん今首根っこ使いましたよ、ね、はい、はい、ここまでですよ、円髄まで。はい、皆さんも心の円髄、心の円髄を。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。さようなら。イオンウォーターパレゼンツ整うラジオ。 This program was brought to you by イオンウォーター。